はい、皆さんこんにちは、北原理恵です。今日はですね、ちょっとこの背景じゃ何も伝わらないんですけれども、私の地元愛知県一宮市に帰ってきました。イエーイ。で、今日はですね、なんで一宮に来たかと言いますと、なんと私この度ですね、地元一宮の美酒ファッションアンバサダーに就任しました。イエーイ。地元でお仕事できるなんてめちゃくちゃ嬉しい。しかも名刺も作ってもらいましたし、しかも見てください、なんとこのキタリエチャンネルの URL まで載っている名刺を作っていただきました。嬉しい。なんで今日はなんとその就任式にやってきたんですけれども、スーツも作ってもらったんですよ。グレーで、その度オーダーメイドでスーツを作っていただいたので、今日はこれを着て就任式頑張りたいと思います。アンバサダー就任おめでとうございます。はい、わー、ありがとうございます。どうか今日初めて袖を通したんですけれども、本当にぴったりで、何よりすごく生地がいいので、私の体型が変わらない限りは一生着れるスーツがいただけて、で、私16からやっぱ AKB に入ったので、こういう風にスーツを着る機会があまりというか全然なかったので、今回自分だけのスーツを作ってもらえてすごく光栄です。やりたいことが、いっぱいあるんですけど、2つ特にあって、1つはやっぱり一宮といえば七夕祭りだと思うので、 SKE とかが行ってるの見て羨ましいなって思っていたので、七夕祭りに何か関われたらいいなっていうのと、中日ファンなのでもう家族が、はい、名古屋ドームで始球式っていうのは昔からの夢で、もう諦めてたんですけど、今回ビッシュファッションアンバサダーに就任したので、ちょっとそれきっかけでなんとか始球式できないかなっていうふうに思ってます。無事終わりましたもっとちゃんとスーツの時に撮ろうと思ったのに、すっかりちょっとカメラを回すのを忘れてしまって、写真撮ったんで写真で見てください。いや、本当に反省。ちょうど私 Vlog の素材が少ないって野呂さんからヒデさん伝いでおことづけをいただいたばかりだというのにやってしまいました。しかも座ってて全然わかんない。ほら見てください、この動画で見つけに行ったメガネがスーツと似合うだろうなと思って持ってきました。似合ってますね、スーツと。じゃーん、委任状なのか、これなんて読むんだ。見てください、かわいいですよね。なんと私偶然羊年なんですよ。なのでこの美酒ファッションアンバサダーの羊のアイコンがすごくぴったり。というわけで、せっかく一宮でお仕事ということで、私は今回は実家にこのまま帰りたいと思います。はーい、実家に帰ってきましたあれ、実家初公開じゃないですか。別にそんな公開してるほどのあれでもないけど、背景的には、あの夜ご飯は私の希望でカレーになりました。でも実は私昨日の夜もカレーだったんよ。しかも昨日は自分で作った。でもやっぱ私の作るカレーはすごいスパイスカレーだけど、実家のカレーは家のカレーなんで、やっぱ家のカレー食べたいと思って。あー、これこれこれよ、これ美味しそうじゃん。ドロドロに溶けてる野菜が美味しそう。めっちゃやっぱいいよね、家のカレー大好き。しかもなんかカツとかもあげてくれて、カツカレーにしてくれてる。 お皿もらってきた弟が仕事から帰ってきて、ほんとだ、いい皿じゃん。これでカレー食べよ。パパの自慢のコーナー取ってあげよっか。これ福留、はいはい、これ川上健司。あ、すごい川上健司、すごい大谷、そして大谷くんのアクスタです。あ、これ、え、これはこれ松井秀喜。え、すごい、本物。いや、印刷なんで印刷がこんな一番大事なところに飾られてんのよ。え、大谷くんのは、大谷のあるだろ。どれどれ、あ、これなんだ。そう、これはあのしーちゃんの YouTube でもね、喋ってた大谷くんのサインボール、自慢の大谷くんのサインボールです。もう今ややばい、これが乗ったらうち泥棒入るかもしれんよ。ありがとうございます、紹介していただいて。すいません、まだなんか紹介したいものが。
何それは。中野浩一のサイン。ああ、そうだ、今私が競輪の番組でお世話になっているレジェンド中野浩一、現役時代のね、選手時代のサイン、これはもうご本人にもお伝えさせていただいたんで、じゃーん。おお、美味しそうですね。なんかこういう家庭のカレー食べないんで私嬉しい。あ、今日カウントダウン TV スペシャル？今日？この後すぐ？いいね。いいよいいよいいよ。盛り上がってきました。あ、始まったやん。ビッグボーイも聞いたことないって言ったら、ビッグボーイも。実家のカレー。あ、行こうかな。行ったことないから。ブロンコビリーしかない。今日はいっぱいママがなんかカレーのおかずを作ってくれたんで、野菜の素揚げ。おいしそう、クリームコロッケ。6種類ぐらい。もうさ、クリームコロッケなんてさ、ココイチのトッピングでしか食べないよ。嬉しい。そしてカツ。いいね、幸せだね。トッピングもできたんで、いただきます。あれ、え、音消してくれたの？うん、プロ意識高い弟がいます。目の前にありがとう、いいやつだな、本当にすごいいいやつなんですよ弟は。なんでもし気になった方がいたら紹介しますので言ってください。うん、うん、うん、おいしい。芋がもう歯がいらないくらいとろけてます。いやー、やっぱ美味しいね。本当にあのこれ言う人のこと誰も信じてないけど、実家のカレーが一番美味しいです。ただこれを言う芸能人のこと信じてないんですけど、本当に美味しい。ありがとう。食べとう。明日朝ごはんは？ご飯のことしか考えてない。三食すべてを心配。いいね。幸せですね。おはようございます。2日目の朝ですね。今日は家族でなばなの里っていうところに向かってます。三重県ですよね、なばなの里は。でなんか今のシーズンは、まあ、桜が咲いてたらいいなっていうのと、チューリップが綺麗なんだっけ、チューリップが綺麗ということで、綺麗なお花を見に行きます。パパ運転の、ママ助手席の後ろです。イエーイ、稲花の里来ます。撮ります。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、すいません。もう入り口で早速2組の写真撮影を担当するという名カメラマンっぷりを発揮しております。ちょっとまだ桜、今年桜遅くて全然咲いてないや。10万のカメラが壊れたと思って一生懸命頑張って。どれくらい今寄り具合？あ、食べ物入れてください。あ、でもパパは映さないようにしてください。むずい。よっしゃ。こうやってここで焼くの？さらに。うん、そう、赤いとこ。練習してください。え、これずっと温かいの？この鉄板は、うん、すごい難しいね。食べるときはセンスに任せるわ。わあ、嫌だわそれ。いただきます。うん、うん、めっちゃデュー。うん、バーレットね。なばなの里のお土産を、安永餅って、これ見えの？三重のやつ。いや、いいよ喋って。これでも全部はちょっと賞味期限がめっちゃ短いから全部食べれないから、半分実家に置いて半分ヒデさんにお土産で持って帰ります。かわいい桜味と伊勢茶味だって。あー、かわいいかわいい。見て、おー、どっちが桜味でしょう。じゃーん、ちょうど半々にできるね。これをこう、はい、そのなら半分も、うち半分くらいでいい。あ、いいよ、うちもこんなだつ。OK、 じゃあこれを持って、じゃあ私は東京に戻りたいと思います。バイバーイ。東京に戻ります。またねー。